関西電力は鉄道運営会社としては最大の資本金を持っている会社でした。今では電車じゃなくなっているんではないかと思います。そもそも電車とは言ってもトロリーバスという部類のものです。日本ではほとんど見かけませんが、開発中の国ではしばしば走っている姿を見かけることができます。ロシアの首都、モスクワではたくさん見ることができます。パンタグラフがついたバスです。レールはありません。とはいえ、パンタグラフで終電している以上は、電車の部類になるのですね。蓄電池で走るバスは、バスです。電気自動車ですからね。これがなかなか難しいですね。日本でも都会で走っていたトロリーバスですが、かなり昔になくなってしまいました。主に作られたのは戦後です。戦前に路面電車をたくさん作りましたが、その補完としても使われるようになりました。新たに作ると費用がかかるので、トロリーバスで経費削減です。走るのは道路ですので、架線さえ張ってしまえば、運行できるのがメリットですね。最初に作ったのは京都市電気局、今の交通局ですね。これがトロリーバス路線でしたが、戦後は大量にできたみたいですね。都市で最後まで経営していたのは横浜市交通局で、1972年まで運行していました。開業したのは1959年ですから、たった15年しか使われていないみたいです。赤字で廃止というより、不便だから廃止というより便利なものへの代替で廃止になったので、今ではあまりないポジティブな廃止になりますね。都市交通としての問題点は、架線から外れてしまう問題と、ジョイントで減速せざるを得ない構造にありました。このせいで利用価値があまり高くなかったようです。当初は馬力もなく中型だったバスですが、大型化し、エンジンも強化されましたから、いらなくなってしまったわけなんですね。しかし、排気ガスがないバスというのは魅力的でした。これを使うことにしたのが、大規模トンネルを走行するバスです。導入事例はかなり少ないのですが、関電トンネルでは、ダム建設以降、観光や移動にバスを走らせるわけですが、排気ガスが充満してしまうので、無機乗電車、このトロリーバスを導入しました。1996年には、立山トンネルのバスもトロリーバスにして、富山県にはトロリーバスが多く集まりました。珍しさから、観光客も集まります。立山は、観光というより、環境に配慮したものだそうです。しかし、維持するのも大変ですし、電車ですから、関電トロリーバスは撤退し、電気バスに置き換えられました。これは詳しく、次回説明していきますので、今回は、電車なのにレールがないものを見ていきました。ご視聴ありがとうございました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうか？チャンネル登録、よろしくお願いします。